こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。3日間にわたった前回の撮影の最後の日から約2週間が経ちました。今や時はお盆が過ぎて8月下旬です。今回の撮影を行った日の日中の天気は晴れ、気温は21度から26度の間で変化しました。前回の動画ではスズメバチ界の異変と題して養蜂場に設置してあるスズメバチトラップの結果を通して見えてきた今シーズンのこの地方のスズメバチに起こっている2つの異常についてお伝えしました。2つの異常のうち1つ目はオオスズメバチが6月末以降トラップにかからないということでした。そしてもう1つの異常はトラップにかかるスズメバチの働き蜂の体型に2センチメートル程度の小型のものが多いということでした。これらのうち前者のオオスズメバチの不在についてですが、これは8月下旬に至ってもまだ続いています。そこで今回は特にこの点に焦点を当てて掘り下げて見ていくことにしましょう。これは過去3回お示ししたスズメバチトラップの結果表に今回の8月25日のデータを追加したものです。表中上から2行目がオオスズメバチの時期別捕獲数ですが、赤字で示してある捕獲数ゼロの数字が6月30日に始まって最新の8月25日まで続いています。なお今回の撮影の日には養蜂場で捕虫網を持って待ち構えながらミツバチを狙って次から次とやってくるスズメバチを捕まえるという作業も行いました。養蜂場でスズメバチ採集を行った時間は10時半から12時半までの2時間です。撮影と内見作業との同時並行でスズメバチ捕りも行っていました。この表の右側に示してあるのがそのスズメバチ採集の結果です。捕まえた個体数を種別に示しています。また種別の構成比も示しています。表中左側には比較するために8月12日から25日の間のトラップ採集の結果も示しています。まず注目したい点はわずか2時間のしかも片手間の網採集でしたが、34頭ものスズメバチが取れています。網による採集は泥臭い方法ではありますが、トラップによる採集と比べても効率的な防除の方法と言えそうです。次に注目したいのはやはりここでもオオスズメバチが取れていないことです。さらに言うとこの日はオオスズメバチの姿を全く見かけていません。この表で3つ目に注目したい事実はほぼ同じ時期に取れる種の構成が採集の方法によって違っていることです。トラップには特に養蜂場に用事がなくても近くを通りすがりのスズメバチがトラップ液の香りに魅せられてかかってしまう可能性があると思います。それに対して捕虫網に捕まるスズメバチはミツバチを襲うことを目的にしながら養蜂場にやってきたスズメバチです。つまり網で捕まえるのは巣箱の周辺を飛び回ってミツバチを狙っているスズメバチです。そういう意味では毛深スズメバチの比率がトラップ採集と比べて網による採集になるとぐんと高まることは納得できます。トラップ採集では毛深スズメバチの比率は 23% でしたが、捕虫網による採集では 65% に跳ね上がります。オオスズメバチが来ない養蜂場で人さらい家業を熱心にやっている主役は今や毛深スズメバチなのです。ただ実に意外なのは網にモンスズメバチが 26% と結構な比率でかかっていることです。モンスズメバチはセミのハンターなので養蜂場での狩りは専門外だとばかり思っていました。モンスズメバチが養蜂場でミツバチを頻繁に襲うのは単に私たちが知らなかっただけで、以前からも密かに行われていたことなのでしょうか。それともオオスズメバチがやってこない今年の養蜂場で特別に起こっていることなのでしょうか。オオスズメバチがやってこない養蜂場には毛深スズメバチが頻繁にやってきます。毛深スズメバチは単独で養蜂場にやってきて
ミツバチを一頭ずつさらっては、幼虫の餌にするために、それを巣に持ち帰ります。この場面は、ケブカスズメバチが巣箱の周辺をうろつきながら、捕獲するためのミツバチを物色しているところです。ただ、今の時期、複数のケブカスズメバチが、養蜂場で勝ち合わせになることも、珍しいことではありません。その場合、仲良く、というか、特に相手のことを気にしないで、一緒に獲物を物色するケースと、反対に喧嘩が始まるケースと、両方があるようです。喧嘩が始まるのは、別々の巣の個体同士が鉢合わせになった場合で、仲良くするのは、同じ巣の個体同士ではないかと思われます。そうであるとするならば、周辺には、ケブカスズメバチの巣が、少なくとも、二つあるということです。そして、それらの巣の個体同士が、この養蜂場をめぐって、勢力圏を争っている、ということです。これなどは、二頭のケブカスズメバチが、仲良く、獲物のミツバチを物色している場面です。ただ、ミツバチ狩りは、ケブカスズメバチにとって、結構、危険な賭けのようです。前回の動画でお伝えしたように、2、3頭のミツバチに足をすくわれて捕まり、次に蜂球に囲まれて、結局、退治されてしまうことがよくあるからです。ですから、ケブカスズメバチは、こういう風にミツバチがたむろしているエリアには、決して足を踏み入れようとはしません。オオスズメバチが集団で襲ってくる場合には、むしろ、こうやってたむろしているところから攻撃されるのとは大きな違いです。巣全体を滅ぼして中の資源を根こそぎ持っていこうとするオオスズメバチの軍団と一頭一頭がせいぜい人さらいをやるだけのケブカスズメバチとの違いがここにあります。また、個々の戦闘能力にも二つの種の間には差があります。ところで、私たちが小型スズメバチだと思っている個体は、果たして本当に小型スズメバチなのでしょうか。オオスズメバチと小型スズメバチは外見がよく似ているので、今更こういうことを言うのもなんなのですが、これほどまでにオオスズメバチが全く取れないと、よく調べてはいるつもりなのですが、私たちが小型スズメバチだと思っている個体の中に、もしかしたらオオスズメバチが混ざっていやしないかと少し、不安になってきます。これは撮影当日に捕虫網で取ったスズメバチです。上の2段が小型スズメバチ、真ん中の段がモンスズメバチ、下の2段がケブカスズメバチです。一番上の小型スズメバチと2段目の2頭の小型スズメバチとは大きさがだいぶ違います。これがその大きい方の小型スズメバチですが、体長が3センチメートル弱あり、少し小柄なオオスズメバチに見えないこともありません。しかし、顔をよく見ると、これはやっぱり小型スズメバチです。頭順の下が波打っているとか、あるいはそこに突起が3つあるとか言われますが、要するに小型スズメバチ特有の顔立ちをしています。これも先ほどの個体と同じぐらいの大きさですが、トラップ液に使っていたせいか、鮮度がかなり落ちています。これはその顔ですが、頭順の下の方は波打っているというよりは、むしろ平らになってしまっています。それでは、オオスズメバチとは一体何が違うのでしょうか。夏になってからはオオスズメバチは取れていないので、ここに登場してもらうのは、春に取れた女王蜂です。体長は4センチぐらいでしょうか。ただ、乾燥してくると、それに伴ってお腹が縮んでしまうので、体長は一応の目安です。反対に、水分を多く含むとお腹が膨れ上がります。ですから、先ほどからスズメバチの体長はミリメートルではなくて、センチメートル単位の概数で示しています。これは今のオオスズメバチの顔ですが、頭順の下の方の大きな突起が2つあります。左が小型スズメバチで、右がオオスズメバチです。
はい。ということで、今回は今年の夏に養蜂場でオオスズメバチの存在を確認しなかったということを述べました。これはとても不思議なことです。というのも、例年であるならば、養蜂場で強盗や人さらいを働く主役は、なんといってもオオスズメバチだからです。そして、これは周辺にオオスズメバチが全くいないか、あるいはそこまで行かなくても、すごく少ないということを示しています。ともかく、スズメバチの個体数が増える時期は、新女王バチやオスバチが生み出される秋なので、今後の動向を引き続き注目していきたいと思います。昨年の8月下旬には、数頭のオオスズメバチが集団で襲ってきて、ミツバチの大量殺戮が起こりました。彼らは、おそらく今年もやっては来るでしょうが、ここまでの経緯を見ると、数は昨年と比べてかなり少なくなるかもしれません。が、果たして実際のところはどうなるでしょうか。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう、さようなら。